シドニー・イ・モールスシドニー・エドワーズ・モールスは、アメリカ合衆国の発明家、地理学者、ジャーナリストであり、伝信の発明で知られるサミュエル・モールスの弟である。マサチューセッツ州、チャールズタウン市で1794年2月7日に生まれた。父は、イギリス移民の牧師で、アメリカ地理学の父と称されるジェディディア・モールスである。1811年に、 イエール大学を卒業し、アンドバーニュートン人学校で進学を、コネチカット州リッチフィールドの学校で法律を学んだ。その間、ボストンの新聞、コロンビアンセンティネルに、いくつかの記事を寄稿し、南部に新しい州が不当に増えることが、アメリカ連邦にとっては危険であり、それが政府の支配権をセクショナルな少数派に与えることになると述べた。これらの記事がきっかけとなり、 宣教師のジェレミア・エバー・アッツラに誘われて宗教新聞ボストンレコーダーを創刊した。モールスは1年以上にわたってこの雑誌の唯一の編集者兼所有者であり続けた。この間に発行部数を増やし、ボストンの既存の2つの新聞を上回るまでになった。モールスはその後兄のサミュエルと協力してフレキシブルピストンポンプの特許を取得し、その販売を拡大した。 モールスによるアジアの地図1823年にニューヨークに移り、弟のリチャード・キャリー・モースと共に、週刊誌、ニューヨーク・オブザーバーを創刊した。この新聞は、ニューヨーク市で最も古い週刊誌となり、ニューヨーク州内で最も古い宗教新聞となった。モールスは、1858年に引退するまで、同志のシニアエディター兼所有者を務めた。1839年、 一般的な印刷機でカラーの地図を印刷する方法であるセログラフィーの開発でヘンリー・エイマンソンと提携した。晩年には海心を迅速に探査する装置の発明の実験に専念した。この装置はバソメーターと呼ばれ、1869年にパリで開催された万国博覧会で展示され、1870年にはニューヨークでも展示された。 1871年12月24日にニューヨークで亡くなった。ありがとうございます。